間ぐらい来ましたかね。うわすごいな。だからレンガも全部こう壊されてたってことだよね。今のところ1個しか仕入れてないんで、クメール式しか俺知らないんで。ああ微笑みが出たね。出てる、すげえ微笑み返しが出た。うわすごい、うわ長いね。長い、色とりどりだよねきっとこれはね。あんまい、うまいねこれ。イメージと違う、これすごい甘さ。方角に向いてね、方角に向いてね。王様も結構大変だねこれ。大変だよ、ね、楽じゃないよ、ね、あげちゃいますよ。ではまあまあエビカニはなんかよ、エビカニはこれですよ。来た、すごい想像以上、以上、ね、想像以上ニトリ出た ねで右だけがさ、やっぱり衣をこうしてる、そうだ、ね、こっちは開いてんの。これはすごいわ、すごい素晴らしいな。これ普通じゃないわ。中まで金ってことですね。そうってこと、ね、純金、純金。天国どこだろう。天国はもちろんここ。これは偉大だわ。この未完成な感じがまたいいね。いいよね、生きてる。あもう絵すごいね。すごいね。寂しい現実なんだけどね。やっぱ顔の位置下げてるから。ネシャカ出ましたね。わすごいね。すごいね。入滅とはそういうことなんだよ、ね、そうだ、幸せなこと、幸せなんだよ。ほらほら着せてる、着せてる文化、着せてる文化だ。クメール様式っていう、これがクメール様式ですか。フランラホーツじゃないな、かぶせたのかな。まだ途中だね。途中かな。タイのグルメとスイーツに地獄まで満喫、ぜひご覧ください。